はい、それではですね、本日は、スタンダードカリフォルニアと、チャンピオンの T10-11 のコラボの T シャツの紹介をしたいなというふうに思います。そちらがですね、こちらの T シャツになるんですけども、こちらの T シャツの特徴っていうのをいくつか、ご紹介していきたいなというふうに思います。まあ、まず一つが T10-11 って言って、チャンピオンといえばリバースウェーブとあと T10-11、 この2つが、まあ、結構有名どころかなとは思うんですけど、まあ、その中でも、まあ、夏場といえばチャンピオンはこれっていう感じで、あの全部アメリカ製で、生地が US コットンで作られてるっていうのもそうですし、全工程縫われたりするのもアメリカで行われてるっていうところなんですけど、僕の以前の動画で古着屋に行ったっていう動画が出したんですけど、その中でもちらっと言ってたんですけど、やっぱリーバイスとかあとコンバースとかっていうのは基本的にほとんどアメリカ生産じゃなくなって、あの海外のところに人件費の安いところで生産するようになってるんですけど、アメリカで全工程が作られているという結構珍しい T シャツになってます。なのであの若干なんですけど、まあ、これがいいのか悪いかわからないですが、 USA の企画というところで結構あの物によって個体差があって、サイズ感とかも結構バラバラになったりしてるので、まあ、その辺もちょっと後で詳しくは言うんですけど、表記だけではちょっと信頼できないっていうところはありますので、はい、そちらが一つ特徴としてあります。まあ、二つ目の特徴としては、US コットンを使用しているので、まあ、生地的にめちゃくちゃ分厚くて7オンスっていうオンスがあって、で、ガンガン切れて、もう洗濯とかも関係なくもうどんどんしていけるっていう感じになっているので、まあ、頑丈さはかなりあるんかなというふうには思います。で、次の三つ目なんですけど、バインダーネックって言って、この首元のところの、あのネックの縫われ方っていうのが、あの伸びにくいタイプになっているので、基本的に T シャツってやっぱ着てるとこう伸びてきたりすると思うんですけど、これは伸びにくいような製法でバインダーネックっていう首元を採用されてます。で、まあ、他には、丸胴って言って、表地と裏地のこの縫われてる生地がないっていう感じで、基本的に T シャツってこの表の面と裏の面っていうのをひっつけて作るので、ここに編み目っていうのが絶対あるんですけど、まあ、これに関してはそれがなくて丸胴で編んであるので、動きやすいというか、まあ、ストレスフリーな感じの製法になってます。まあ、その辺があの T10-11 の特徴かなと思うんですが、まあ、それに今回スタンダードカリフォルニアがコラボしてるっていう感じになってるんですけど、値段がですね、8640円って言って結構ちょっと高いんですけど、まあ、まずなぜかというと、さっきも言った通り USA であの全部生産されてるっていうところで人件費がまず高いというので、もともとが T10-11 で6000円台するんですけど、まあ、それにそのコラボアイテムっていうところで、まあ、プラス2000円ぐらい。あの高くなってるんじゃないかなというふうに思います。で、先ほどちらっと言ってたサイズ感なんですけど、まあ、これ実際僕は178センチの65キロで M サイズを着用してるんですけど、他にも色があって、白とかあとネイビーとか、これグレーっていう感じであるんですけど、実はその色によっても若干のサイズ感が違うかったりとかしてて、僕全色着て、白も着ましたし、ネイビーも着て、でこのグレーも着たんですけど、比較的白とかはちっちゃい感じでしたし、でネイビーとかはもう少し逆にゆとりがあるような感じやったんで、それは多分個体差があるので、あくまでもこれは、まあ、T10-11 お好きな方とかはあまり通販とかでは買わなくて、まあ、しっかり実際見て試着して買うっていう方が、まあ、サイズ感には間違いないんじゃないかなと思いますので、一個一個の個体差があるっていうのは、はい、T10-11の特徴かなと、いい意味か悪い意味か分かりませんが特徴かなと思います。では、着用動画です、どうぞ。But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on.はい、という感じで、まあ、僕に関しては M サイズでこれ着てるんですけど、 L サイズも着用してて、 L サイズでも全然いけるかなっていう感じだったんですけど、まあ、少しこうオーバーサイズ気味な感じでは着れるっていうのは、まあ、着れるかなというふうには思います。はい、まあ、先ほども見ましたが、あくまで個体差はあるという感じになってますが、で結構 T10-11 の T シャツは本当に何も気にせずガンガン洗えるので、まあ、これやったら霜降りのグレーなんですけど、霜降りのグレーとかやとどんどん色味が薄くなっていく感じですし、まあ、ネイビーとかでも、まあ、結構薄くなっていったりするんですけど、実際同じ T10-11 でも、僕が2年ぐらい着用してガンガン洗濯してる方と、まあ、これは買ってまた洗濯1回もしない方では、まあ、少し色味の薄さが違うっていう、こっちの方がちょっと薄い感じになってて、でこっちの方がまだ濃いグレーっていう感じになってると思うので、まあ、こんな感じで使えば使うだけ色味も若干変わってきますし、こうちょっとハゲた感じになってるっていうのが、あの USA が、まあ、これが特徴かなと思います。あとちなみにネイビーもあって、ネイビーはこれ僕も嫁にあげてるんですけど、これも結構色味が、何回も洗濯してるんでこう薄くなってきてるっていう感じになってるんですけど、まあ、こんな感じでチャンピオンの T10-11 に関しては、
まあ結構このブラックとかネイビーとかっていうのはどんどんこう経年変化が楽しめる感じですし、はい、ということで、まあ、僕が今回グレーを買った理由としては T10 イレブンの下吹きっていうのはもうデニムとめちゃくちゃ合いやすいので、まあ、もうそれで買おうと思って、もうこれも持っててもう合うのは分かってたんで、グレーが欲しいなと思って、まあ、グレーを買ったっていう感じになってます。はい、ということで、まあ、今回はチャンピオンと、スタンダードカリフォルニアのコラボの T シャツを紹介してみたという動画になります。以上、ありがとうございました。